はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ2リメイク、続きをやっていきます。現在、皇帝はジェラールですね。ジェラールの、ゴールドセイントバージョンになってます。帝国旗を見ればなんとなく載ってんのかな。今が何年かとかは特に載ってない。まあ、完了したものが下にあって、今進行中のものが、南バレンヌ運河要塞開放ということで、運河要塞の開放をやっていきたいと思います。テレーズの LP がだいぶ減ったよね。4しかない。まあ、この世代、まあ、運河要塞開放すれば多分変わると思うんで、それまでちょっと頑張ってもらいましょう。最悪の最悪、1個生命力回復があるんで、2とかになったらちょっと使うか。で、まず玉座イベントが起きそうなので、ちょっと座ってみましょう。通常でいくと術研究所とかお呼びでしょうかになるんだけど、陛下はより強力な武器や防具を開発するために、鍛冶屋もこっから行くんだ。費用はどのくらいかかるか。20万クラウンほど必要と思う。全然安い。施設の開発、帝国を発展させるためにクラウンを消費して新たな施設を開発します。玉座に座ることでいつでも開発できます。開発を開始してから時間が経過、一定回数のバトルまたは、年代経過すると施設が完成します。あー、なるほどね。では20万で開発しましょう。鍛冶屋を開発して、かつあれか、装備の開発にも金がかかるから、現在クラウンは130万ですね。これがどうなのか。で、まだあるな。術研究所は高そうだよな。皇帝陛下、お呼びでしょうか。陛下は術をより強化するために術の研究所を作りたいとお考えだ。費用はどのくらいかかるか。100万クラウンほど必要と思います。うわ、こっちはやっぱり高えな。いや、でもやるよ。そりゃやるでしょう。開発、術法を研究する施設を建設します。術の取得が可能になります。これちょっと見れるかな。もう見れないわ。で、まだ何かあったりする。一回座るだけ座る。ちょっと待って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 、都市開発とかあるんだけど。あ、都市開発は普通にこれか。なるほどね。皇帝対別の皇帝を即位させます。まあ、それはちょっとやらない。せっかくのね、まあジェラールだし。あれ、先生、こんなところに何をしているんだ。なんかスタンプみたいなのがたまったんだけど、先生スタンプか。先生の弟子に入門。先生は各地に出没する不思議な存在です。町やダンジョンなどさまざまな場所で見つけることができます。先生を見つけるために一つスタンプがもらえます。たくさん集めて素敵なご褒美を獲得しましょう。ライブラリー、先生探し。50大量でいったな。まあ、ご褒美がどういうものかだよね。それはまあ見れないか。外もちょっとハテナがあるな。イベントがなんか起きそうな感じかな。あれ、もしかしてキャットイベントやってくれるとか、その表示で。そんな親切。あ、お店系だね。あ、もう情報の人がいるんだ。高台の上に住む金持ちは何やら悪どい方法で荒稼ぎをしている。しかし、まあ、ふんぞり返っていられるのも今のうち。今夜にでも巷を騒がせている泥棒に狙われてしまっている。泥棒に関しての情報を集めるということで、まあ、キャットイベントか、普通に。まあ、でもこうやって情報を表示してくれるのはまあありがたいね。なんか普通に本当に何も知らない時って小学生だったんで、まあ、キャットイベントとか達成させなかったからね。運河要塞は変な男に金払って突破したから、まあ正面突破はさすがに無理だからね。ジェラルさんは見てくださいよ、この金を。この金が奪われないよう一晩中見張るつもりですよ。へへへ。例の泥棒たちは夜に出るっていう噂ですし、ジェラール様もどうぞお気をつけください。ちょっと今帝国金ないんだよ、使っちゃったから。30万クラウンほどしかないから。あ、こんなところに宝箱が。回収していこう。これも皇帝の権利だ。民のものは皇帝のもの、皇帝のものは
皇帝のもの傷薬も回収する。さあそしてあちら側にもイベントマークがあるので、まあただキャットのイベントはちょっと一回南バレンヌ行って格闘家イベントやってからやろうと思うんだけど、アバロンの街に泥棒が出るらしい。夜中屋根伝いに忍び込んでくる。自室のベッドで夜を待つ。おっすげえ、ここまで親切にやってくれるか。まあ、消えはしないと思うんだよね。でどうしよう、消えたら、いや消えないはずだ、まだいける。でなのでちょっと、えなんかすげえいっぱい出る。これ何、こっちにハテナが、このハテナは何なの。何もちょっとできないけど、まあいいや、南バレンヌに行こう。で南バレンヌが、おお出たね、ここが文化要塞だけども、先にニーベルへ行きましょう。無敵の格闘家、まあ町とかのね、武器防具屋はその新しいところ行ったからといってなんかいいものがあるってわけでもないんで、南バレンヌのニーベル。一応軽く情報は集めていきますかね。近くにモンスターが出るようになってから他の町へ野菜を売りに行くことができない。このままでは子供たちに服をやってることも買ってやることもできない。格闘家たちは何をしているんだと、まあ、住人と話して情報集めましょう。お掃除をしているお姉さん、うちの主人は昼間から酒場に入り浸りのどうしようもない男。今日も竜の穴の文句を魚に、飲んだくれてるよ。人様の言う暇があるんだったら働けってね。収入はどうしているんだ。この人が掃除をして、まあ、ちょっとしたお小遣いを稼いでいるのか。まあ、野菜が取れるってことは、まあ、最悪食うものはなんとかなってそうだけどね。ナゼールへの行き方とな。今はそれどころではない。西の山中に竜の穴という格闘家の修行場があって、彼らのおかげでみんな安心して暮らしていた。でも最近町の近くにモンスターが現れるようになった。格闘家が追い払ってくれているが、次から次へとキリがない。今夜にも町が襲われるかもしれない。よその土地のことなど気にかけてる余裕はない。酒場で話を聞くと。回収しよう。高級傷薬、こんなところで。このチェーンソーで傷ついた時ためようじゃないの時ためようってなんか変な言葉話だけど、時に使う傷薬ではないのか。まあいいや。で酒場はどっちだ。こっちか。あ、酒場ってさっきのとこじゃん。よっ、ジャンプ。まあ、まずちょっとこっちなんか飲み物置かないけど、パーティー編成ここでもできるんだ。あ、別に聞けない。竜の穴がなんとか、格闘家大丈夫かなみたいな。皇帝に頼んだ方が。あんたは旅の人？私は皇帝だ。皇帝陛下、失礼しました。実は西の洞穴に住み着いたモンスターに悩まされているんです。竜の穴にモンスター退治を依頼したものの、奴らは頼りになりません。この町はこれまで竜の穴と呼ばれる地に集う格闘家に守ってもらっていたのですが、今度ばかりは彼らの手には負えないようです。どうか皇帝陛下のお力でモンスターを退治してください。お願いします。格闘家と話す、任せろ。じゃあ竜の穴に先に行きましょう。ああ、竜の岩になってるね。体術、それは全く使ってないな。こいつらは修行してんのか。後ろに立つな。誰にも真似できない。まあ、なんかこういう端っこのところに、あ、そうだよね、アイテムとか。してるような小さなやつか。これ年代変わってもどうなんだろう。一回取ったら終わりかな。年代変わって復活するシステムだったら、まあ、でもそれで全部回収するのめんどくさいよな。スクワットやってる。
なんだこいつ走ってんだ。ほほほ、ちゃんとそういう基礎体力作りもやっているのか、偉いな。中に入ってく。結構深いな、思ってたより全然深いんだけど。え、広い、先生がいるじゃねえか、こんなところに。あ、なんか来た。スタンプあげるよみたいな、そんな感じかな。5個を集めると宝箱があるね。え、広っ。体が資本、食事も欠かせない。確かにね。あ、こんなところに小さなんですね。ちょっと鍛冶屋はめちゃくちゃ気になるよな。サッカーみたいな蹴りしてんな。ドライブシュートーみたいな。こいつ気合いないな。はっ、モーション、まあそんなこいつらのモーション作り込んでもしょうがないからね。通ってよし。カール様のお部屋。カール、ロールするな。怒られた。これ回収していいのかな。ちょっと話してからしよう。なんとなくせめて。皇帝、お前の用向きは分かっている。ニーベルの町の件だ。だが手出しは無用。これは我ら竜の穴の問題。帝国の出る幕ではない。モンスターの巣は我々が必ず叩き潰す。協力しよう。そうか、ではモンスターの巣にいるブヨブヨしたやつを倒してくれ。術を使えればいいのだが、我々は格闘家、そうもいかんのだ。だが巣の最奥部にいるボスは我々が倒す。これは竜の穴のメンツにかけて譲れん。約束してもらおう。言い忘れたが、やつは電撃を放ってくる。固まった陣形で戦うとかえって危険だ。気をつけろよ。奥のモンスターに関してはだいぶ念を押されてるな。これ回収しよう。ラバーソール、あ、こんなところにラバーソールがある。マジで超役立つじゃん。誰がいいんだろうな、ラバーソールはね。対雷が、耐性が増えるはずなんだけど、そういうのはどこで見るんだ。術防御力でしか反映されないのかな。 L2 能力値、防御的なものは。すげえな、どんどん移動しちゃってんだけど、ちょっとわかんない。あ、今のマスターレベルかな。ちょっと待って、装備しないと。結局アタッカーになり得るのはこいつだから、アリエスだから、こいつにラバーソール装備させよう。で、これ外に出れる。よし、このままモンスターの巣に行こう。いや、気持ち悪い。スライムもなんかめちゃくちゃいろいろ取り込んでかなりキモくなってんだ。さあ、まずは直線からの枝分かれしてるね。アバロンの平和は私が守る。まあ、術は使っていこう。ライトボール、ウォーターガン、ファイアボールは効きそうだけどね。弓、触手、痛い、めっちゃ勝った。負けた、最悪だ。ファイアボールっていう、今槍も一応やってる。ここは私で、ウィンドがあった。ちょっと次から出せると死ぬな。やばいか、うわ、毒になるか。やった、帝国に勝利。まだ 10% 生きてるね。てか何年だ今、何年とかどこで見れるのこれ。
この画面でもなんかちょっと何年か表示してほしかったな。帝国国力とか情報1情報2、あ、クレシチエユの記憶か。あ、これでもなんかいろいろあるな。現在の収入1回の戦闘で9570円、敵勢力レベルレベル3、あ、見れんな。マスターレベル、やっぱこれがレベル90とかまであんだ。結構まあまあまあいい感じで上がってるよね。斧が全然使ってる人がいないからレベル4だけど、まあいろいろ使いながら全体的に上げていこう。やっぱりこれはアバロンの平和は私が守る。まずはだからライフボール行くぞからの体験ウォーターガンユーミーで、OK、クボス止めた。ターンで1匹倒せればまあまあまあいいか。私の番、ファイヤーやりで、ちょっと初見使うか。めちゃくちゃ弱いんだよな、多分モンモが弱いからって。で、殴った殴ったってか。ターンで倒せない。狙った獲物は逃さないわ。負けるわけにはいかないのよ。ヒットポイントアップで、さっきなんか手に入れたんだけど、手に入れた瞬間戦闘になったから何手に入れたのかわかんねえな。どっちだ、こっちもちょっと、これ切れるか、切れない。コボルトモンスターの強いバージョンみたいな、全然違ったな。腐食器、まあ、まずは弱点ライトボール、次の一手はこれだな。私の番だ。体験。こんな我慢比べなら負けんぞ。くっ止めた。こんな。で、ファイヤーボール。もう弱点。初見。もう弱点。弱点もない。すてく死ぬ。ベアちゃん、もうちょっと。ここも持ってくないか。きついな。永遠にパンでやってるって感じでもいいんじゃないか。ここは慎重に行こう。え、やった。ボブリチーム、リンさん、見ていてください。ほっこってるアイテム、小さなつ素材はまあ集めていくか。後ろ見た。これは走って切る。気づかれていないように。ちょっと多いな。一回デタラメ打つか。ここは慎重に行こう。デタラメマジ強い。で、ライトボールがね、ちょっと火力少なくなってきたよな。で、しまったらダイムが当ててくれたが。はい、体験はやって。なんかパリはパリであんなキャップだ。よし、オッケー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 。重要だよ、マジ。じゃあ、死ぬ。待って待って、テレーズ、マジで勘弁してほしい。大丈夫ですか？フリーファイターを入れてさ、アリエスの場合、テレーズ、後ろに下げるっていう選択肢も、まあまあまあ、ありなんだけど。狙った獲物は逃さないわ。そこ。うわ、こんな。いや、マジで、パリエめちゃ役立つわ。よし、私に任せて。証券で私の番だ。で、剣。証券はテレーズが使ってるから。我慢比べなら。それは泣き払い。覚えないか。帝国に勝利。泣き払いも2使うからな、PP。まあでも、え、こいつ。え、マジで？え、これ何これ？意味不明すぎんだけど。超怖えんだけど。最用部じゃ、全然最用部じゃないよね、これまだ。先手を取るぞ。ボーンファイター、こんな気持ち悪いの。怖えんだけど。まあ、大昼がまあ、剣は。覚悟はできたか。パリ、しましょう。で、デタラメ打っとくか。デタラメがマジ使いやすい。あ、効かねえ。レジストダメージが取らない。効いてくる。70さあさあ、よし、パーリー。もう一回デタラメで、ファイヤーボール倒したからの生命の水でフェア。大丈夫ですか？助かる。
やり弱点パーリー、もうパーリーしかない本当に。二段切りはちょっと使えないよな、あのそもそも攻撃で呪術使ってるから PP の減りが激しい。パーリー、まあ、パーリーゼロでいけるっていうのもまあまあまあ、よし OK。 立ち止まっている暇はありません。さあ宝箱新種、こんなところで手に入れてもまだ使えないよな。爪で下に降りつつまた分かれてる。とりあえず見えるとこ木がいる真ん中、気づかれないうちに木、気づかれていないように。絶対気づかれてたでしょ。はっ、そこ、いやでからめはマジでいい。で切ろう、私に任せろ。ライトボール、いや火力不足だなーパリー。ガード回避、テクニバ倒し て, 私に任せて、まあ弓はやるかで、ファイヤーブレイク、木は全然弱かったね。見ていてください、ねじれた角、まあそこにはちょっとめっちゃ誘ってる感じのモンスターだ。落ちるする。デタラメ使おう。デタラメ入るだけで全然違うからな。ちょっとなライフル弱いからな。倒しておきたい。ちょっとよかったんじゃない。よし。もうアリエスの BP めっちゃ減ってるよ。こいつパリーしよう。マジかいけるか、ガード。ああ、触手マジで強い。やばい、アリエス狙うな。まあ、ライトボール。行くわよ。もう一回出たらめ。そこ。任せてくれ。どうする？巻き打ちも読んだからな。覚悟はできた。パリー。よし、さすが。いや、攻撃だ。おったか。パリー。いいね。やった。で、弓。はい、どうする？攻撃する。決まった。良い戦いでした。ちょっと BP きつくなってきたな。なんかさ、雑魚的なんだろうけどさ、マジで見た目が強そうなんだけど。気づかれた。ダメだ。これもう気づかれたら後ろ取れねえから。平和は私が守る。ちょっと全体にやって。ブロックは耐性で切っとくか。で、スライムどうだか。ああ。お前ら回復とくか。こんな落としのボンだろ。パーリー。で、さすがにもうちょっと私に任せろ。ファイヤーボールはもうスライムだな。ちょっと弱そうだから。で、ウォーターがちょっともう1回しか打てないわ。で、たくさんプレッシャーを打てる。ぶん殴ってもあー1体だったら好きだ。減らすヘイビングはいやーすげえ。やっぱりパリー重要だな。いやでもこのまま押してる。よし、攻撃できねえし。見えた、回収時今日はスタート、まあ、しょうがない、それはしょうがない。でちょっと槍をそっか、証券、こいつの証券は別にいいや。どっちが強いんだっけ。よっ、もはや分からん。やりやらない可能性があるから。いい戦いだった。よし、まあまあまあいろいろ上がったと。でちょっと上を覗いてみますかね。角でだいぶなんかこう下に進んでるな。ちょっと一回帰ろう、もう少し見たい。どっちから来たんだっけ、僕の時代。あ、またボンバイターがいた。宝箱あるし、いけるか、無理だな。アバロンの平和は私が守る。取れないでもやっぱ全然違うからな。暗闇は耐性の地か、まあ、2体だけでちょっとベタラメを打っておきたい。で
まあ、やっちゃってんか。あ、そうだ、こいつもマジなんもねえんだ。時間が。ガードするしかない。なぎ払い。血をスタン。狙った獲物は逃せないわ。どこが状況だ。行くぞ。パンチ痛い、やばい、マジで痛い。しかし攻撃をする。あ、そうだ、回復しようと思ったけど回復できねえんだ。傷薬使っちゃおうかな。ちょっと待ってね、3人攻撃できるのか。パリーかければいいか。じゃあ殴ろう。13、ここだ。で、これなんか無理やり連携でねじ込めないか。ちょっとやってみよう。これでもやったわ。ねじ込んだ。帝国に勝利。さて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 、術種も少ないな。まあ、変えるっていうのは分かったからな。ちょっとテレーズ一回回復させておくか。ガッチャ、森の正気。これは BP 回復。あ、そうか、でも術と技って共用になってるから、それ考えるとどっちから来たの。マジでこっち敵がいるな。敵がいるから探索してない。モンスターよ、構えて。でたらめは私に任せろ。ライズボールも殴って、次の一手はゴータが、あ、こいつゴータが効かねえんだ。まあいいや、どうしても行くわよ。攻撃はしておきたいからな。私の番だ。そうか、エイミン、はあ、エイミングはラスト。ここはリレイか、いわゆる。よし、良い戦いでした。リレイの代わりに結構火力は高かった気がする。お、完成したんだ。魔法研究所の方が先にか。あ、両方完成したわ。あ、ここのイベントが終わったらじゃあ覗きに行きますか。鋼鉄の剣、他装備開発可能になりました。まあ、やっぱりちょっとそういうところは調整されてんだね、段階的なものは。てかどっから来た、なんかミニマップじゃなくてさ、でかいマップ欲しいんだけど。こう来てこう来てこう来てどう来たで、こう来て奥行って、こいついるな。なんとか後ろ見たし。気づかれていないようね。でたらめ、そこやったわ。強っ、マジ強いわ。ファイヤーにそこ火力重視で。あー、もったいねえな。こんだけだったら殴ろう。決まった。少しやりすぎてしまいました。撲殺天使、術手に入れたな。そしたら一気に降りれる。死ぬとかある。いけない、魂一本がいるな。あ、こいつ敵なんだよな。後ろ取れるか、無理だ。むしろ人権満たされそう。あ、大丈夫だった。私が守る。あー、一回ライトボール。私に任せて。デタラメも打っておく。からのウィンドカッターだな。吸血。吸血はさすがにバリアじゃないかな。減ってるよな。でもなんかあんまりパニックできなかったな。スタン入って。行くぞ。80とか。ファイアボール。どうする？いや、攻撃あるのに。マジで死ぬ、マジで死ぬ。ちょっとこれは勝ち勝負や。ありがとう。覚悟はできたか。クリーパーの弾。行くわよ。やったわ。で、ファイアボールからの次の一手。ウィンドカッターで倒せるか。いや、ダメだった。スペアは回復させただけあって耐えたな。投げ払い、投げ払いからの派生が
思えないな。さあ、そしてそのまままた奥へ進んで、ちょっとこっちのくぼみは何もなし。アイテム布、なんか どんだけ奥に来てるかい。あの骸骨剣も強いんだよな。ちょっと先手取りたいな。先手を取るぞ。で、ここだ。はい、ライトボール。私に任せて。で、弓はどうしよう。いや、でダメだ。あんま通る敵がいないからな。スライムはモーターガンで。よし、倒せる。よし、全然倒せる。数減らせるだけでもでかいな。投げ払い。行くぞ。で、よし。オッケー。キック。で、ファイヤーボール。行くわよ。いや。ちょっとあと攻撃で倒そう。投げる。で、まあ、つくよりは切る方がダメージは通りそうだけど、ここで投げる。まあ、いけんな。このまま慎重にいこう。よし。と。ラマンクラゴン。ジェフは切る。いい戦いだった。お前もまだいるのか。ケツを切る。チャンスよ。さあ一回やっぱり並べは行きたい。で、ライトボールもフェイス。よし。で、問題こいつをどうするかだな。モーターがで後ろの腐食これだよ。攻撃する。後ろのやつを倒そう。カズは減らしてもらう。で、クリーパーも減ってるから、こいつはちょっと剣だな。どうだ。カズ、ここは結構みんな。クリーパーちょっとこれで倒せねえかな。ちょっと無理か。無駄な。そうだよ。で、ファイヤーボールで。やった。で、あとはまた。覚悟はできたか。ダグリ。こいつにリキは使いたくない。深い槍は挟むでしょ。痛いです。おだと痛い。剣で切る。なんか覚えるあれだったな。死んだ。まあ、しょうがない。オペア死ぬはしょうがない。私に任せろ。それをね、覚悟して二段切りから次へ行けるのか。そこ。誰かもう一人死ぬ。これいけるか。決まった。倒した。良い戦いでした。で、別に技術って入るからね、死んでても。死んでるって厳密には死んでないんだけど、戦闘不能と言いますか、気絶状態と言いますか、どっちだ俺。ちょ、先にこっちを見よう。とりあえずジャンプして、あそこにアイテムがあるな。よっ、ワニに発見されてんな。なんかハテナってある。気づかれていないよ。あ、ちょっと待って、うちのアリエちゃんがもう私に任せろ。ビビがない。うちらのビビない。何も打てない。ちょっとビビ重いな。よっ、任せてくれ。痛っ、めちゃ痛いです。スタン遅いわ。オッケー。せい、やった。回復はできるんだけど、攻めてでさ、3使うのが。せい、弓、テレザーも食らったら死ぬものと思う。エイミーからの、よし、注文時に攻撃を覚えた。クリティカル。あ、なるほど、特攻か。しかも倒したし。じゃあ、なぎ払いからの注文時期でいけそうだな。二段切りから何覚えるんだ。結構な、ひらめきどうだと。あ、なんかでも注文時期でいけそうだな。二段切りも2回切るから、要はそれを横立てで。あ、これ死ぬっぽい。危ねえ。私の帰る、強えよ。止めた。はい。帝国に死者は出さずですから。ただ
ハテナみたいな。あれは敵がいたってことか。ちょ、暗くて分かんない。いてぇ、いつの間に。モンスターよ、構えて。デタラメはもう撃てない。結構きついな、俺。強そう。リードブレーキ。こんなしねえかな。任せてくれないか。ちょ、ガチでいこう。ここは。攻撃もするかな。で、こいつマジで何にもなんで。私に任せろ。二段切りが一回打てるか。いや、そう、やった。倒した。数減らすの結構重要だからな。で、中央陣がクリティカルか。お、いいね。いや、足だ。まあ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 、しょうがない。これはマジでしょうがない。狙った獲物は逃さないな。まだまだ他のやつらは LP 十分あるからな。無駄です。ここは慎重に行こう。意味あんのか。よし、行くわよ。負けるわけにはいかないのよ。これも回収して術手か。もう術手使いたいからな今。どっから耐えるの。ちょっと待って、一個ずつ使う。一個ずつ使ってどうなる。何個。3個。在庫の問題もあるからな。そもそもあの宝物欲しいな。あ、もうちょっとスライム地帯に来たな。回復ポイントあるな。ってことはやっぱりちょっと倒して一点稼ぎをしよう。一気に決裂。行こう。こっからは、まあ、ちょっとうちのアイエスちゃんの術。これで増やす。で、術は術でやるけど。行くわよ。攻撃でも倒しておきたいな。呪文切り。めちゃくちゃ特攻なんだけど。狙った獲物は逃さないか。オッケー。負けるわけにはいかないのよ。技術点も 10% プラス状態だからね。いけるか。先手を取るぞ。さあ、ライスボールからの、ウォーターガーで1人減らして。私に任せて。私のボタン。あとは直攻撃だな。電撃は、まあまあ、ここは慎重に行こう。今ちょっと別のやつやった方がよかったかな。ジェラールはちょっと厳しいけど、まあいいや。あと6回打てるんでしょう。良い戦いでした。2人ともスライムいなくなったな。よし、ちょっとでは回復をして、で、ちょっとフリーファイトに直そう。陣形は落ち物、こっちじゃない。はい、か装備、傷薬は、傷薬も全然ない。高級傷薬の方がむしろ多いし。あー、一応高級持たせよう。 OK、 じゃあちょっとセーブしてから行きます。え、あ、そうか、回復はしてあるから大丈夫か。電撃バチバチ。あ、気持ち悪い。必ずや、めちゃくちゃ気持ち悪い。ゼラチナスマター。まあただライトバー、うん、まあそうだよね。1回ライトバール。あ、巻き打ちからなんかいけんな。やっぱ敵の強さがあるからか。怪しい動き、気をつけて。特になんもないな。諦めた。日本一か。単純に攻撃力いっぱいだからな。なんかいろいろあるな。剣攻撃やっても注文時期って。いや、つえつえつえ。危ないな。危ねえ。ファイヤーボールも攻撃か。ちょっと攻めるな。テレーズで回復させるか。火力だからな。うん、200当たるもんな。水に使っちゃう。術生命の水だとね、回復しきれないと思うんだよな。回復量が。これで頑張って。
100。まあまあ痛い。で次ゼラチナスマターか攻撃か鍵強切り術絡みたい気がするけど、あでもあれか、行こうぞ僕の力だ。ファイヤーボール一回自分で切ってしまおう。次の一手はで攻撃はしてきた。マジでこいつは全然レザー回復。覚悟はしてきた。前回まで持ってけないけどな、スエアがね、これマジ覚えてる。200か甘いな。動き気をつけろ。電撃が来るってことで、ファイヤーボール、生命の水とジェラール、まだ慣れる。ありがとう。ただならぬ殺気。とりあえず回復したいけどな。ファイヤーボールってただやっぱり攻撃入りたい感じ。かかってくる気か。もうこれこいつだ。そんなで、傷薬使おう。これはテレーズをマックスしておく。ありがとう。ただならぬ殺気。え、またちょっとこれジェームズ返す。これをありがとう。凄まじい殺気だ。攻撃しよう。あんまミスんないからな。気をつけて。フェア、これで頑張って。攻撃100、体当たり72。で、そんな火力だからマジこいつ生命で1回目やだな。全然ちょっと回復量が低いけど、私の番だ。セルフバーニング、なんか体当たりされた時のためにセルフバーニングとかのありかもな。行くぞ。で、巨撃ポーンってやってくんないかな。次はまだいける。生命の244。お、セルフバーニング、おお、いいね、いいね、いいね。強くね。怪しい動き。気をつけて、これで頑張って。だから、すさまじい殺気だ。もうこいつ持ってないし、電撃ガンか。もう一回溜まるかな。私に続け。ほら、いけ。セーバー。くどる。体当たり、耐えです。押し切るか。攻撃が、5人いけんな。上のタイムライン見て攻めてこう。いや、いけるいけるいける、押し切れる。いや、やっぱボス強いわ。経験点もその分めっちゃある。 10% マジでかいな。そう思うとキャンディーリング、なんか重要なアイテム確定ドロップになってる。奥にモンスターのキャラが来てる。あ、ここであれか、出るのか。それは親切、めちゃくちゃ親切設計だな。まあ普通に行きます。1周目なんでね、普通に行きましょう。普通に行くって別に奥には行かないよ。普通に進めていく。え、キャンディリングってだってめちゃくちゃいいやつじゃない。ちょっと待って、多分アクセサリー、キャンディリング、物理防御に術防御10、ステージとアビリティ、違う、これはもうあれに行っちゃうんだ。好きなのもうちょっと細かく見たいな。全員の BP25 回復。まあレアドロップ狙い、まあ確定分はねもらえるっていうのがかなりでかいから、まああとどこでどうマラソンするか。星屑グローブ手に入れたのでかいからな、本当に。ミミックのあれも確定じゃないとは思うんだよね。倒したぞ。何？あのブヨブヨを倒しただと？それはありがたい。よくやってくれた。よし、総攻撃を仕掛けるぞ。すぐに出撃だ。さあ、俺たちも行きましょう。モンスターの巣。これちなみに敵どうなってる？あ、格闘家を早い。ちょっと待って、マジ早いんだけど。敵復活してるし。いや、マジ見えなくなったよ。もうどっちだったっけ。突き進んでいこう。
って、はいはいはい。格闘家マジ早いな。これまだ見てないところある？地形的にどこだ。あいつよく一直線に進んでいけんな。あ、ここら辺の敵はいなくなってんな。こっち左行ったっけ。行ったな。あの宝箱欲しいな。別の階から行くのかな。これ復活してんな。ちょっと取っとこう。え、今減ってる？うちのメンツ。ちょっとどうやって見るんだ。あ、BP 減ってるわ。一応回復しようじゃん。ボスとは戦わないんだろうけど、格闘家が何とかしてくれたんで。まあ、普通の宝箱くらいだったら、もう一回探索すればいいだけだから。あ、先生いるじゃん。このトニーに。なんか、1マップに1人いそう。あ、先生を見つけたって言ってんのか。ん？これ、いや、普通に入れるわ。敵もいるわ。てか、見つかったわ。シチリのあれがありそうだったな。不意打ちか。なんで不意打ちになるのかが分かんねえんだけど。いや、ね、このくらいの雑魚だったらひらめかないな。100。久々に食らったな。アリエス、私の番だ。つつるか。殴ろう。次の一手は甘いな。私の番で、やりも。狙った獲物は逃さないわ。あ、デタラメやってきた。間違えた。負けるわけにはいかない。まあ、回復してるから余裕はあるか。これはちょっと見たいよね。いるね。一気に決着。行くぞ。これ。ここ選んでいいかな。デタラメはもちろん。ウィンドカット。キャプテン。まあ、今ちょっと残ってんな。よし。なんかさ、作品によってはさ、巻き打ちがさ、なんかデフォルトの攻撃だったりするからさ、なんか間違えるんだよね。ちょっと帝国に勝利。とりあえず初見なんか持たせんの。今ジェラールが持ってるやつにしようかな。ジェラール結局さ、ロブオメン使ってないんだよね。これ見よう。これマジ重要。サグザーのこと聞いた。そしてワイブ。ああ、超術学研究所の開発主査に選ばれたらしいな。今後は彼が開発の指揮を取ることになるわ。これまで以上に研究所に引きこもることになるのか。時々様子を見に行くわ。頼む。あいつは研究に打ち込むと寝食を忘れる。放っておいたらいつか倒れてしまう。父が内々で祝いの席を設けると言っていたわ。あなたも来てくれる？遠慮しておくよ。俺はそういうかしこまった場は苦手だ。でもあなたが来てくれたらサグザーも喜ぶわ。俺が行かないことはあいつが一番よく分かっているよ。それもそうね。子供の頃からあなたとサグザーは気持ちが通じ合っていた。何をするにも一心伝心って感じで、私はそれが羨ましくて少し焼いたりもしたぐらい。いつも一緒にいたからな。自然と気心が知れただけさ。幼かったロックブーケも二人にくっついて回って、野山をかけっこしたり川で魚を釣ったり、
洞窟探検したり。でも私はあまりその輪の中には入れなかった。私は大神官の娘、お城から出してもらえなかった。どうした、突然そんな昔話。何かあったのか。何もないわ。あなたは剣で、サグザーは学問で、この国を守ると決めた。そして二人ともその通りになった。いつの間にかみんな大人になっていく、そう思っただけよ。悪いな、オイブ。そろそろ演習の時間だ。ターム討伐に特化した部隊の隊長に抜擢されたそうね。ああ、ワグナスから頼まれた。赤竜隊と名付けた。ノエル、なんだ。なんでもない。またな。死なないで、ノエル。記憶に、まあ、ここら辺は順番通りに来てるからね。もうだいぶどこでも行けるようになったら、ちょっと順番通りにはいかなそうだけど、あの先っちょにペッ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 。私の番だ。トーク、まあ、決まった。あ、両方効くな。良い戦いでした。さあ、アイテム。おー、ニーベルの指輪か。ここにあったか。一応効果だけは見ておきますか。まあ、指輪っていうくらいだから、アクセサリーで、ニーベルの指輪。体力上昇。ちょっと待って、今なんか陣形が、ここ魔法と物理両方上がるんだ。ちょっとあっちにもアイテムが見えて、あいつさ、あの記憶見て復活したんじゃねえか。術種めっちゃ持てんな。取れん。しかも何を取ったのかがわからん。例によって正義だ。ほら、ここは私が。とわ、逃げた。任せてくれ。やったか。十文字にはまあサウスさんに私の番だ。ファイアボール。やった。父上、兄さん、見ていてください。術師、よしよしよし。魔獣の爪、もう一個なんだった。ワニはやだよっ。あ、ここさっきのあれか、記憶か。で、はてな、これも記憶。ちょ、みんな逆だった。陣形を組め。せい、行くぞ。デタラメの音。ウィンドウさん決まった。落としのボンドの、マジ2発食らったら死ぬな。本当にあの一般の人は私に任せて。負けるわけにはいかないのよ。開発も見て回りたいけどな。まあ、先にちょっと輪に多い。一応ダッシュしながらかさらえるな。
あ、またこいつ骨か。なんて人形満たされんだよ。理由がわからん。次の一手は無理なかったわ。ちょっと行くわよ。ここは全力で行こう。私の番だな。よし、クリティカル強い。ライトボールも手久々に打つか。火力がやっぱりな弱いな、ライトボール。ウォーターガン、うん、立ち止まっている暇はありません。ライム弱点になれば強いけど、崖から見えた宝箱も欲しいな。野獣の爪3つ、なんか素材はどうなんだろうね。わざわざ宝箱っていうこう嬉しさみたいなのはない。落っこってるもので素材とかだったら全然わかるけど、これどっから来たな、ここ戻ってね。あれまた復活してる。記憶見たからかな、それとも一定時間で復活するのかな。ちょっと回復しとこう。回復したことによって敵が復活は全然ありえるかな。あっちなんだよな。あいつちょっとこのまま床の上を登っていこう。あ、もうそれじゃん、全然そうじゃん。何やってんだあいつら。まあいいや、ちょっと見ましょう、格闘家の力を。うわー、おう、コテ、ちょうど片付いたところだ。これで竜の穴のメンツは保たれた。ニーベルの町の者たちにも顔が立つ。この恩に報いるためこれからは帝国に協力するとしよう。聞いたか、竜の穴の格闘家たちが西のモンスターを退治したって話。聞いた聞いた、これでこの町も安泰だ。やっぱり竜の穴の格闘家は最強だったんだな。早速我々の活躍が噂になっているようです。これも全て皇帝陛下のおかげ。そういえば陛下はナゼール地方に向かわれるんでしたな。ナゼールはここから南のルドン地方を通過した先にあります。道のりは長いですが、途中にティファールという鉱山町があるので、まずはそこに立ち寄ると良いでしょう。ご分を。ティファールの話こいつから聞くんだ、おっちゃんじゃなくて。さて、ここはまだ年代経過しないんで、どこへ行けばいいんだ。ドロボネ君もちょっとやっときたよな。一回玉座に行こう。新たなロケーション開放。あ、ティファールね。ティファールはまだ行かない。運河要塞が先なんで。アバロンはもうこれしかないか。どっから防護服、新たな装備可能になりました。装備っていうか開発可能になりました。どうやって行けばいいんだこれ。目的地、あ、目的地はこれ。アバロン、あ、こっちか、町の方ね。ちょっと上地から先に行きたい。鍛冶屋が建造された。ああ、なんか普通にカットしちゃったけど、皇帝陛下、この度は素晴らしい工房を建設していただきありがとうございます。アバロン繁栄の一助となるべく、より強力な装備を開発してまいります。一応ちょっと確認しよう。装備開発にはそれぞれ素材と開発費用が必要になります。百聞は一見にしかずと言いますし、まずは実際に開発してみましょうか。今回は鍛冶屋を建設してくださったお礼として、素材と開発費用はこちらで用意します。ありがたい。それはこういう手に入れ方な。20万くらい。新しい装備の開発に日夜努力しております。
鍛冶屋では素材とクラウンを消費して各種装備を開発できる。開発してから時間が経過すると開発品を一つだけ受け取れます。年代が経過すると市場に出回りショップで複数購入になります。まあ流通するってことですね。クロスティちゃんで鋼鉄の剣バトルハンマー、あ10万円でいける、安い。あこれしかない。ただ防具は金剛盾、金属盾か。鋼鉄の鎧、防護服、服重要だよな。オープンヘルム、あーまあここまでか。どうしよう、バトルハンマー攻撃力20か、鋼鉄の剣は19、あいいね、レオンの剣より強いわ。レオンの剣16とかだったのかな。レイピアはまあありっちゃありだよな。剣と小剣両方の技使えるんだ。でも10万だったらさ、これ全部やっちゃってもいいんじゃない。 1,2,3,4,5,6,7 70万か。戦闘回数が何回かだよな。ちょっと鋼鉄の剣やろう。これもう一個いける、いける、あいけんじゃん、えすごっ。レイピアも行こう、素材あるからな。防護服はちょっと作ってみたい。一回ちょっとこれにしても金もちょっと素材もないからな。またお待ちしております。で術も見ていかないといけないから。開発といってもそこまで複雑ではないでしょう。強力な装備の開発にはそれだけ開発費用もかかりますし、希少な素材も必要になってきますが、その分だけ陛下のお役に立てるとお約束します。というわけで開発用の素材や費用が集まりましたらまたいつでもお声掛けください。集中して鍛えた方がいいのか。でもまあなんか最初だからいっぱいいろいろ鍛えていきたいな。ちょっと器用貧乏にはなっちゃいそうだけど。こいつなんだ、よく来たな、どれにするんだい。あここら辺、あでも在庫数少ない。他に何か、また来いよ。ご用件の商品はこちらでございます。まあ値段としては安いね。またお越しくださいませ。じゃああとはちょっと術みたい。術法研究所、すごい。これは土火魔法、どっちだ。なんかどっちとも取れる見栄えだったな。研究所はフリーイメージかな。なんかめっちゃ頭がすげえな。陛下初めてお目にかかります、レグルスです。フリーで術を研究しております、ローズと申します。ローズを持ってたよりなんか可愛いな。私たちフリーメイジは地の術を基軸とし多岐にわたる術法を学んでいます。我々の力が陛下の一助となれば幸いです。フリーメイジよ、ここにもあった術師、あ、構成ね。私の研究対象は秘術と地術です。テレツ、あこれ入れ替えができるんだ、知らなかった。アビリティ、私の研究対象は秘術と知術です。さらに研究に励みましたよ。で術はどこで覚えるの。フリーで術を、術者が必要とあらばいつでも。これ自由に仲間の付け替えができるのはめっちゃ助かるな。殺さなきゃいけなかったからね。こちらでは術法について研究しております。前の世代のパーティーがひらめた術が登録されている。術の習得、ファイアーボール、ウォーターガン、生命、ロッククラッシュ、あでも攻撃系はもう全部あるんだな。混合力、新たな術をまたお越しください。それはいいな。でここは、あ先生がいる、先生見つけた。あと1個でアイテムっぽいのがもらえる。あとなんかこっちに印ついてるけど、どこだろう。なんかできたっけ。
これなんだ。あ、これここね。あ、で全然先だな。ちょっと地図の場所へ向かおう。こっちか。中だぞ。あ、寝ろってことか。そっかそっか、キャットイベントの話ね。 OK だよ、 OK です。じゃあちょっと、今回はここまでにして、次回はキャットイベントの方ですね、やっていきたいと思いますので、まあ自室で寝ましょうということで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。